はい、ヤスオです。ボーフレームやっていきます。今日はね、最近パートナープレイヤーがね、みんな動画上げてると思うんですけれども、 PC 版の次のアップデート内容について話していこうかなと思います。おい、ヤスオちゃん、最近公式の生放送の動画出したじゃないか、ネタが被ってるぞと思われるかもしれないんですけれども、いや、もう完全に被ってますね。はい、ここで認めていくスタイルね、ヤスオちゃん。しかもパートナープレイヤーみんな出してるから、これじゃあパクリになるじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、いや違います。はい、完璧な模倣ですね。はい、というわけでね、早速見ていきますか。サンクチュアリの光線っていうね、新しいゲームモードが追加されますね。こちらはまあそうだね、ダークセクター 2.0 の予定だったんですけれども、内容がね変わって、まあこんな感じになりましたよといった感じの内容ですね。でちょっと読んでいこうか。セファロンシマリスからのメッセージ、懸命実験カリビタルルルルル、長い。じゃあ、次じゃあ動画見ていこうかな、せっかくだし。大丈夫だよね。おお、なるほど。ん、これ新武器か、え、デュアルソード、これ新武器デュアルソードなの、これ。ちょっと音うるさくない、これ大丈夫。でですね、このサンクチュアリモードなんですけれども、新フレームのコーラのね設計図が入手できるみたいなんですけれども、こちらに書いてますね。あの、これクエストなのかな、果たして。それ次第では、そうだな、ヤスオちゃんの PC 版のアカウントの方でね、まあ試せるかなと思うんですけれども、そこちょっとはっきりしてほしかったなと思います。で、このサンクチュアリモードはノーマルバージョンと、ハードバージョンのね2つのモードがあって、まあそれでねちょっと報酬が変わるみたいなんですけれども、つい先日ですね、 D の人のツイッターでね、こんな画像とともにツイートされてたんですよね。これさ、ラトバンダル、そしてブラトンバンダル持ってるんだけれども、これ手に入るのかな、このサンクチュアリモードで。なんかそのニュアンスがするよね、ちょっとね。このネタもね、他のパートナープレイヤーがね紹介してたからパクったんだけど、まあね、報酬の方は特別なモッドもついてくるみたいなんで、これは楽しみかなと思います。で次ね、新フレームコーラさんですね。アビリティの内容がはっきりしましたね。1番が無知で殴ると、これはどうなんだろうね、柄みたいに1番で無双できるようなアビリティではないとは思うんですけれども、これもねなかなか使い勝手良さそうな雰囲気出してますね。で次の2番がですね、まあ、敵をターゲット式で周囲の敵をね引き寄せるみたいな感じの効果なんですけれども、これがすごい肝になってくるアビリティなのかな、正直。なんか4番もね、まあ、CC 系のアビリティなんだけれども、これどうなんだろうな、4番。ちょっとなんかね、映像を見た限りではなんか不安定な感じがしたね。で3番はもちろんキャバットを召喚できるから、効果時間が大事になってくるフレームなのかなと思います。で次、天皇の助け舟と新武器がねいくつか紹介されてますね。これさ、やばくない、この武器絶対強いよ。なんかね、基礎ダメージめちゃくちゃ高いんだよね、フルオートの、セカンダリの中でめちゃくちゃ高い。これ基礎ダメージが64もあって、さらにクリティカル確率、そしてクリティカル倍率がめちゃくちゃ高い。ただし発射速度は遅いといった感じで、でさらにマガジンサイズもちょっと少なめで、リロード速度はまあトントンかな。で状態上も低めといった感じの内容なんですけれども、このね重要なのはですね、セカンダリ射撃の、時に属性ダメージを切り替えれるっていうところなんですよね。これさ、何なんだろう、属性ダメージ、これ翻訳ミスだと思うんだけれども、衝撃だと思うんだよね、ここの属性ダメージのところが。これが、切断貫通、そして衝撃を切り替えながら戦えるっていうところがすごいメリットなのかなと思います。そしてデュアルソードカテゴリーの武器なんですけれども、この画像を見る限りじゃさ、ちょっとさ、普通にソードカテゴリーだと思ってた。っていうかさっきの動画見るまでソードカテゴリーの武器だと思ってたんだけど、これどうやらデュアルソードカテゴリーの武器ですね。よくよく見たら奥の方にも1本持ってますね。で次がですね、これスナイパーなのかな、セミオートライフルなのかな。ステータス見る限りでは、基礎ダメージ面で見る限りではセミオート武器に近いのかな。ただなんかこの見た目、武器の見た目見る限りではスナイパーっぽさはすごい伝わってくるんだけど、これどうなんだろう、スナイパーなのかな、これ多分スナイパーだと思うんだけどな。ただな、マガジンサイズ、そして発射速度関係で見る限りでは
うん、さらに基礎ダメージ見る限りではスナイパーじゃなくてセミオートライフルっぽいんだよな、なんか。そして新規の像のパーツが5つ、追加されてますね、ニカナ、そしてスタッフのストライクですね、そしてマチェット、さらにヘビーハンマーのストライクと、でさらにサイズヘビーアックスの、ストライクということで、これヘビーアックスやばそうだな。テンポロイヤルつけたいな。でしかも軽く素早い攻撃を繰り出すってことは、まあ、攻撃速度軸なのは、間違いない。特にニカナはね、ぜひとも使ってみたいね、刀系は。今までなかったから本当に使ってみたいかなと思います。そしてツーハンドのゾウのグリップ、はあ、強力な一撃、つまり、攻撃速度を犠牲にして威力を上げたといった感じの。ただし最後の片手用グリップはちょっとステータス内容は分かんないですね。でさらにシャンダナが新しく追加されると、これはコーラで追加されるやつですね多分。でさらにヘルメットといった感じで、なるほど、これは楽しみだね。あのソードカテゴリーだと思ってた武器が実はデュアルソードカテゴリーの武器だったということで、ちょっとね、本当はソードカテゴリーの武器だったらめちゃくちゃ強くねえかこれみたいな感じで言おうと思ってたんだけど、デュアルソードカテゴリーだったらこれ完全に動画を殺しに来たな D といった感じで、ぜひともね、PC 版でねちょっと触ってみたい気持ちはあるんだけれども、新規向けのなんかアップデート内容っぽさはないな今回。エンドコンテンツっぽい感じがするなということで、ちょっと PC 版アップデート来たらすぐ触るかどうかはまだわかんないんですけれども、楽しみにしててくださいといった感じで、以上ヤスオでした。またね、バイバイ。ブロークンウォーよりめっちゃ強いやんこれみたいな感じで最初言おうと思ってたのにな。まさかデュアルソードカテゴリーだとは思わなかったぞ俺も。予想外だわ本当に。デュアルクリーバーやんあれじゃ。ステータス似てないかそこまで、よくよく見たら。